はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます今回は公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題緊急時の延長行動までの意思決定過程というテーマで1分程度でお話をしたいと思います えこちら弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP という Twitter アカウントで出題させていただいた問題でございますこちらの答え合わせをしていきましょう、えー、ラザネットダーレイによる緊急時の援助行動までの意思決定過程の理論では まず何か深刻な事態が生じているという認識がなされ続いて事態が危機的状況であるという認識が生じるとされている「ルか×か」の2択でございます、えー、セカンダリーでは試験に向けた対策ページを開設しております公認心理士対策セカンダリーで検索ぜひアクセスしてみてくださいさてこちらの問題の回答ですが「えー、丸でございます無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました えそうですねこちらはですね